を走り胸に輝く伝説のゴッドホークよ空に飛べ不慣れ先人正義のためにいかれ今こそバトルホーク吹き飛ばせ王者の刃打ち下ろせ勝て勇者よバトルホーク戦え勇者よバトルホーク邪悪の嵐吹き飛ばせ王者の刃打ち下ろせ勝て勇者よバトルホーク戦え勇者よバトルホーク今だ必殺先人旋風切りナオこの山の名前は神の山というこの何の変哲もない山に世にも不思議な謎が秘められていたのを世間の人々は知る由もなかった。みおちゃん、みおちゃん、あ、ゆいかお姉ちゃん。ねえ、近頃あまりスイミングクラブに顔見せないけどどうして？おじいちゃんが具合でも悪いの？そうじゃないけど、ただ近頃なんとなく考え事ばかりしていて元気がないみたいなの。そう。それじゃあよく気も起きないわね。考え事って何でしょうね、おじいちゃん。この前、昔の部下の人が殺されてからなの。そういえば、この前新聞に出てたわね。浅川元海軍大将の部下、原因不明の死って。黄金大帝陛下、我らの調査によりますと、莫大な黄金が日本のどこかに埋蔵されているということが確実となりました。してどのくらい？300億とも500億とも。すでに我が手の者が接触を始めておりますが、どうやら盾三兄弟とつながりがあるようなのでございます。またしても盾三兄弟めが。して方策は立てておるのか？はあ、テロル当人スリンガン丹沢山系にて技を磨き、その必殺必中の連発弾によって丹沢山系にはすでに熊、イノシシ、鹿などはもとよりネズミ一匹までが姿を消し全滅したという次第でございます。当人スリンガンの技をもってすれば盾三兄弟どころか一度に5人の人間どもたったの1秒間で地獄の底に葬り去ることができるのでございます。1秒間で5人を殺すということは1日のうち43万2千人の人間どもこの世界から抹殺できる感情になるんだな。はは、その通りでございます。では早速スリンガンの早業をお目にかけましょう。スリンガン、いでよ。必殺連発弾の恐怖。おじいちゃんがどうしても姉ちゃんたちに相談したい話があると言って。お忙しいところどうも。私は終戦の時に真っ先に戦争はいけないことだと部下を説得したものだった。だが初
敗戦を嫌うある軍人の一派、軍が徴収した恩恵を軍資金にして徹底抗戦を叫ぶ始末だった。致し方なく私は部下に命じてその恩恵を山に埋めさせたのだよ。もちろん私は恩恩の悪用を防ぐつもりだったのだが、しかし恩恩は、いや金は人間を良くもさせたり悪くもさせる。だからその恩恩を狙うある破壊団体の一部は私の部下を殺してまでして恩恩を埋めた在処を必死になって探しているのだよ。その恩恩って今の金に直しますといくらぐらいになるんですか？ざっと500億ぐらいですかな。500億、そこでだ。500億の恩恩を平和協会にそっと差し上げたいのだが。あの慈善団体の？そう、その通り。素晴らしいお考えですわ。あれからすでに30数年、山は嵐にさらされ雨に削られたに違いない。その上この間の地震で箱が土の中に深く埋まってしまったのではないかということが心配でね。困難な仕事だろうけど君たちの力でぜひとも成功させてほしいのだよ。わかりました。できるだけのことはしてみせます。ええ、やりますとも。貧しい人たちのためにも。ありがとう。そうだ、地図がある。確か元海軍大将の高太郎浅川、こいつだ。地図を隠し持っていた男は狂気兵ども、高太郎浅川を追え。よく早く盾君に知らせるんだ。分かったわ。これはこれは浅川提督、どちらへお出かけかな。何者だ、どうしてわしの名を。そなたが魔境に映し出されるのを何年待ったことか。さあ地図を出せ。出さねば命はない。地図ってこのイボリ、とぼけるとお前の部下と同じ運命をたどるだけだ。黄金の地図だよ、黄金の。さあ出してもらおう。このイボリ、アジナマニオ。おお、待て待て。止まれ。この老いぼれの命が惜しくば地図を出せ。だこどし、よくも汚い手を使ったな。どうする。仕方がない。お前の言葉に従おう。おい兄貴やめろ。大丈夫だ。立て正吾、やっぱりお前が持っていたか。どこまでも抜け目のない奴だ。それは渡してはいけない。私に構わず、早く黄金なる山へ。やめろ。奴らは金欲しがっています。だが私たちは人間の命の方が大切です。いかん、渡しては。物ども引き上げろ。待って。おい兄貴、大丈夫。
金に目のくらんだ悪党ども。提督、心配させてすいません。あれはただの地図なんですよ、ハイキングコースの。おじいちゃん、みよちゃん、ありがとうありがとう。急げ、早くしろ、早く掘るんだ。100億円の黄金がいただけるとはまるで夢のような話だな。我々の気持ちがきっと天に通じたんでしょう。浅川提督、盾さん、あんな立派な方たちが講演してくださるなんて我々は幸せもんだ。ああ、でも少し早く来すぎましたな。疲れたビー。ヤッコ同士、黄金大帝陛下、このバカ者め、なんというダマだ。500億の大金があれば100万の狂気兵が誕生する。つまりは日本の平和を完全に破壊できたということだ。それをこともあろう、この役立たずめが。このままでは済ましません。白虎には白虎の考えがございます。どうか信じてください。必死になってかかれ。はあ、必死になってかかります。はい、もうそろそろお見えになる頃だな。ああ、あ、盾さんたちは見えました。この度はどうもありがとうございました。いや、こちらこそこんな大役光栄でございます。離せ、ね、待って待って、今から狂気の掟に従い、盾三兄弟から地図を奪え。狂気の掟に従い、盾三兄弟から地図を奪います。ああ、どうもお待たせしました。この度はおめでとうございます。ご苦労。地図は？はい、さあさあ、一息入れてくださいね。早速ですが、これがその地図です。あ、毒ガスが。あ、罠だ。待て、そう、待て、おわ、油断したね。これで合子だ。黄金はわしがもらう。それ。ミスター、このままじゃ、みよちゃんにおじいちゃまに申し訳が立たないわ。
しろ。俺様の連発弾を受けてみるか。地獄へ落ちろ。大二郎、ねえか、本当だ。兄貴、兄貴、しっかり。ダメだ。おめえだ。待て、黄金が先だ。命を預けたぞ。急げ。待て。大二郎。おい、大丈夫か。お兄ちゃん。ミオちゃん、どうしてここに？ゆりかお姉ちゃん、ごめんなさい。心配しないでいいのよ、大丈夫だから。でも、ミオ子たちのためにこんなひどい目にあって。本当に心配しなくていいんだよ。それにしても、おじい様にはすまないことした。本当は、そのことだったら心配いらないわ。地図が原因で何人も人が死んだの。美代子、お兄ちゃんたちやゆりかお姉ちゃんたちを死なしたくないと思って。はい、本物はずっと前から2枚あった本物と偽物の地図をそっとすり替えておいたの。じゃあこれが本物？うん。あ、やった。お、マリアさん、村上さん、ほら、大丈夫ですか？ほら、この通り地図は無事でした。地図、無事か。あの浅川提督のお孫さん。ありがとうございます。ありがとうございます。白虎同士、またもしくじったな。この間抜け目が。一度ならず二度までも騙されるとは、言語道断だ。今度こそは命を落として地図を奪い、宝を我が物にするのだ。分かったか、このトンマ。はあ、必ず。この地獄、立三兄弟め、この恨みは必ず晴らしてみせるぞ。やっこどうしたま。お喜びください。今度こそ本物の地図のありかを突き止めました。場所はどこだ？ただし、すでに立三兄弟が地図を持って目的地に急いでいます。目指すは神の山。今度こそ叩きのめしてやら。行くぞ。黄金はわしらがもらうぞ。やれ。俺の技をたっぷりと見せてやる。変身しよったな。スリンガン、やれ。お
者ども、行くぞ。先人正義のためにいかれ、今こそバトルホーク、ダークの嵐吹き飛ばす、勇者の刃打ち飛ばせ、こいつも俺が行く。何してるスリンガン、早く撃ち殺せ。その調子だ、その調子、やれ。ドーン。燃える光輪、口に秘め、胸に水は天気の、もっと強よ風を切れ、響け雷鳴、水の力、いかれ、今こそバトルホーク、暗黒の罠暴き出せ、あなたの野望打ち砕け、勝てよ、戦え、バトルホーク、ああ黄金大帝に壊れ、己バトルホークめ、覚えておれ。見ろ、かくして黄金は無事平和協会に届けられた。しかし再起を誓う破壊者はまたも戦いを挑んでくる。戦え、我らのバトルホーク、正義の戦士バトルホーク。遥かな荒野に沈みゆく太陽、命をかけて平和の祈り、突き捨ぬうちにさあ行け、称号バトルホーク、正義の都市バトルホーク、届け雄たけび、地平を